防具買ってもまあありかもしれんな。まあそれは相当。まあ探索できるだけ探索して、ふざけんな、死ね。ガード、そのままぽーい。え？これあれか。あんまり関係なかった。お金かーい。あ、心臓痛ぇ、もうほんと。いや、もうお前の顔が嫌いもん。まあいいんだ、これ。いや、いかれてるやろ、マジで。まあいい、まだあれだ。起爆できん、どうにか。ダメか。まあ、よし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 。毒タグを回収ね。ああ、普通に体調悪くなってきた。え、これさ、これさ、これなんかおかしくない？なんか、殴っちゃいけない？もしかして。殴らなければ、大丈夫か。いや、ちょっとそれを考えるより、一旦まず、帰ろう。ちょっとね、自利品が過ぎるのと、インベントリが汚いね。っていうのがあるから、ちょっと一旦帰ってルナアイテムシリーズを換金してきます。なんかここの敵は、倫理観がないな。いや、ま、機械だから、ま、当然ちゃ当然なんだけど。うわ！やってんね、今日も。開けろ！上に開けろ！ダメか。でも、このまま進んでいけば、無敵だぜ、ゲール。完全統治かゲイル。狙えるもんなら狙ってみろってんだ。やべ。あ。失礼しまーす。で、ここで、上向きに、パチンコを打つと。ダメと。そしたら、ここからこう。で、両方とも、回す。なんでお前それが照準合うんだよ。回ってたでしょ？入ります。私は一回、こんなところにいられるか。俺は帰らせてもらう。ちょっと待って、帰るのも一苦労だ。マインがある、マインがある。うわっ！右からも前に来て、左や。もう右も左もわからんくなってきたもん。あ、ドッグタグをいくつか持ってきたんですよ。はい。はい。あ、ありがとうございます。1ドッグタグにつき 20R かな。あ、将軍さん。はい。ちょっと、はい。先を見ちゃって絶望してるんですけども。全然話は聞きます。はい。我が部隊の新人が一人行方不明なのだ。毎年新人どもは本当に手がかかる。今回も例外ではないが、すでに戦死したかと思ってか、偵察隊によって生存が確認された。だが、近寄ろうとすると逃げてしまうらしい。その真意はわからぬが、罰を、恐れているのかもしれない。我々はただ彼を保護したいだけだ。このまま放っておくと衰弱死してしまうかもしれない。そこでだ、我々だと逃げるが、そなたなら警戒されないのではないか。
壁を越えたスコーチランドの西側で彼の姿を確認したそうだ。なるほど。この話をした後で西側に行く、あれだったんだね。お、科学者いる。どこかの科学者がさ、トーマスだっけ、ゴーレムコアを全部買い占めてる。だから私たちみたいな下っ端の科学者にはこうやってパシらされる。はぁ、あ。余ってるゴーレムコアがあったら買い取らせてもらう。10個 50R でどうかしら。そんなに持ってない。まあいつか集まるでしょう。ああ、お久しぶりです。ちょっと心が痛んだので。なにこれ？アンティークのフライパンよ。身寄りのない料理長から譲ってもらったものなの。それを使って何度か料理をしたけど、やっぱりプロの使うものはいいわね。いつか歴史を食する美術館という展示室を、展示会を開こうと思ってるんだが。ああ。え、もらっていいっすか？まだもらえないと。ああ、久しぶり。ああ。お前、ここのやつやったんやな。フライパンもらえるように言っといてくれん。じゃあ、ルナ系を換金していきますか。あら、いらっしゃい。あ、ちょ。すいません。じゃあ、まず、いや、時系列的に、ルナクラウンかな。これは人魚のお金？人魚ってね、実際存在しているか未だに証明されていない。これさ、なんか、やっぱそうだよね。一個あるよね。あの、右上にさ、棚の右上にさ、あるよね。いや、この話さっき、前聞いたもんだって。え？時間って、ま、復活すんの？ルナアイテムって。あ、捨てるがある。そういうことか。もし捨てたとき用ってこと？じゃ、このルナポットも。もうやめてください。そういうのもうやめてください。じゃあ、ルナ系を集めていけば、一応金作は、無限にできる話になるんね。じゃあ、ルナウォッチを。まあ、見せてみて。あら、これは古い腕時計ね。細部まで精巧にできているわ。針もまだ動いているし。これは大戦の時代に作られたものね。つまり、数世紀前に、数世紀にわたり動き続けているの。当時の人々のノウハウ技術は、本当に素晴らしいものね。うん、針がすごく細いのと、それに表面が鏡加工されているわね。表面加工かな。時計の機能より鏡として使えるように作られたのね。昔はいくらでも時間を知る方法があったし、腕時計は一種のファッションだったのよ。より高い時計をつけることでステータスを誇示していたのでね。不思議なのは、今はまた時計に対して正確性が重要視されている時代になっている。歴史って繰り返すものね。ということで、これ 40R で買い取らせてもらえるから知られるんじゃ。最初に渡しに来たのが 40R で、2回目以降は 25R かな。じゃあ次は、ルナトライデント。まあ見せてみて。これは人魚のトライデントだわ。トライデント。舌回ってへんて、さっきから。これがトゲトゲしい見た目をしているから人魚は暴力的な種族だったと主張する学者もいるけれど、私から言わせればこんなものフォークみたいなものよ。人魚がこれで海藻とか取ってたんじゃないかしら。私も証拠がないからただの推測だけどね。人魚は美しい顔をしてて、迷子になったり、船乗りを、迷子になった船乗りを歌声で助けてくれるという人もいれば、人魚は悪い生物で船乗りを誘惑して餌にして食べちゃうっていう人もいるわ。そもそも存在を否定する人だっているのよ。これに関して学会での意見がまとまることは、未来永劫ないでしょうね。一つ言えることは、このトライデントを見た感じだとデザインのセンスはあったよね。ため息が出る美しさだわ。40R で買い取って欲しいです。はい、買い取って欲しいです。引き続きます。ルナフローク。
はい、あの犬アクションフィギュア。聞き間違いじゃないのよ、これはおもちゃなの。私の推測が正しければ後ろにあるこのボタンを押せば。なるほどね。素晴らしい、まだ動くわ。あ、ごめんなさい、夢中になっちゃって。アヌイっていう言葉はどう？あまり聞き覚えはないかしら。結構俺は聞き覚えあるかな。覚醒より数十年前の時代に暮らしていた種族だもの。不思議な食生活をする種族だったと聞くわ。さらに半生を水の中で過ごしていたらしい。私はかけ離れた存在なのに、このおもちゃを手にするとちょっと親近感が湧くわね。私たちと似ている部分があったのかもね、子供の頃におもちゃを作るなんて。もし現代に生き残りがいたら、フィギュアを通じて仲良くなれたかもしれないわね。へー、カエルの一族でしょ、おそらく。なんかもうちょっと掘り下げられることあるんかな。でもこれなんなんやろうな。どっかでまた使うんやろうけど。じゃあルナーゴブレット、これは儀式用のゴブレットね。騎士の爵位かな、わかんねえ。お、授かるときに使うものよ。覚醒の後しばらく戦いが絶えなかったそうなの。みんな力を欲してたのね。人間対モンスター、人間対人間、戦いとロマンスの建国時代。正直私は興味ないものよね。覚える固有名詞が多すぎてね。ほとんどの王様は何も成し遂げることなく、お城で10年ほど暮らして、またすぐ次の人のに王の座を奪われていた。はあ、なるほど。しっかりゴブレットに残している。こんなことで覚えるきっかけになるんだから、歴史は何なのか考えものよね。とにかくよくこれを見つけてきたわね。40R で買い取ってはいいかしら。はい。あら、タイムリーでございますね。あ、はい。え、ありがとうございます。美味しい料理をたくさん作ってね。やったー。表面に特殊加工が施されているので焦げ付きにくい料理が楽しくなりそうだ。ああ、いいね、いいね、いいね。一番上はもう終わったな。各地で2個ずつっぽいね、なんか。って考えたら、俺はかなり取り逃してることになる。多分2段目、あ、2段目ないんかな。青いもんな。青いとこは、ルナアイテム置いてあるけど。って考えたら、今から行くとこと、次の場所で終わるってこと？ルナーアイテムの収集は。合計で12種類なのかな？普通に1個取り逃してんねんな、ここ。まあ、どうせ 100% 取って実績全ロック解除することになるから、まあ結局取ることにはなるけど。そうか。ルナーアイテムあと4つか。意外と集まってる感じはあるな。いいね。この棚にどんどん埋まっていく感じ。コレクション壁の俺からしたらちょっと。嬉しいね。といったところで、今回は早いですが、この辺で終わりにしたいと思います。なぜこんなに早いのかというと、すべてはもう後ろから来たロボットのせいです。今、唇は尺周囲を噛み締めながら喋っちゃいますが、俺はあいつを許さない。絶対に許さない。俺はあいつのことは嫌いです。ということで、この辺で終わりになります。また、別日に収録をしたいと思います。ちょっと、しばらく間隔を空けたいと思います。ロボットはもう怖いです、今は。はい、それでは、お疲れ様でした。また、別の動画でお会いいたしましょう。それでは、またね、バイバイ。お疲れ様でした。